どうも肉まんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。はい、クリスマス時期ということもありかなり混雑してました。ロティサリーチキンが飛ぶように売れてましたね。また今年も整理券配ってました。今回私は買わなかったです。そして今回も気になる商品いろいろあったのでご紹介していきます。まずはデコラティブワイングラス、高さ60センチ、お値段が2258円でした。値札には飲用ではありませんと書かれてました。パッケージはこんな感じでコルクを集めてそうですね。お酒を扱ってるお店には良さそうです。あとはオクソーポップコンテナ3個セット、お値段が4158円でした。しっかり蓋が閉まって密閉できる容器みたいです。お米、パスタ、グラノーラ、コーヒー豆などに便利な保存容器みたいです。見た感じ密閉能力は優秀そう。あとはスナップエンドウ 450g、 お値段が298円でした。安かったので買おうかなと思ったんですけど、状態があまり良くなかったので今回は見送ってきました。またこのお値段で売られてるなら買いたいです。そしてホワイトスモークチキンウィングカレー風味 700g、 お値段が1138円。スモークチキンレッグ2個 ×2 パック、お値段が768円でした。チキン系のものもいろいろな種類が売られてました。どちらとも食べたことがありますが、どちらとも美味しいです。プリマハムのこのスモークチキン、柔らかくてディズニーのスモークチキンを食べてるような味わいだった気がします。この季節になると出てくる商品です。あとはおせちなんかに使うものがいろいろ売られてました。伊達巻き 380g 1038円、プリキントン 430g 1398円、ニシン姿煮8枚入りお値段が788円、ニシン昆布巻き1本828円でした。でその他にもおもてなし元旦6品セットお値段が1648円でした。これは本当にいろいろなものがついてて食べきりサイズちょっと買おうかなと悩みましたが、今回はやめてきました。お箸も2膳ついてるので2人で食べやすいキットだと思います。あとはチョコレートアンブレラ 660g 入り、お値段が1548円でした。傘のチョコレートですね。中はいっぱい入ってそうでした。あとはコスタコーヒーブラック 270ml ×24 本、お値段が928円でした。ブラックじゃなかったらちょっと買ってみたかったです。これはコンビニとかでよく見ますね。あとはスターバックスステンレスマグギフトセット、お値段が1838円でした。粉も 70g ついてます。このままラッピングしてギフトにできますね。売れ行きがよく在庫残り少なかったです。あとはジュベルアップルジュース 1L ×10 本入り、お値段が2280円でした。もともとジュベルのオレンジジュースは売られてたと思うんですけど、アップルが新商品で出てました。ただこちらの会社さんのジュース飲んだことないと思います。気になります。あとは低温製フォーマイ美味しいご飯 180g×24 食入り、お値段が1798円でした。前は確か12食入りで売られてたと思うんですけど、24食と大きいサイズになって販売されてました。非常食に良さそうです。今回買ってきた合計点数19点、合計金額 25,163 円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめに韓国産トウモロコシのヒゲ茶 1.5リットル ×6 本入り、お値段が998円でした。1本あたり166円です。こちらの商品頼まれてきたものです。トウモロコシの本当に香ばしい香りがよく、後味はちょっと甘めです。これは韓国でもすごく人気な商品みたいですね。この香りがたまらなく好きです。続いてトータルケアシステマ EX 143g×2 本、 30g×2 本入り、お値段が通常988円のところ200円引きしてて788円でした。安くなってたので家族の分とうちで2つ購入してきました。安い時にいつもストックしてます。続いて昆布茶ハーブティーアソートセット 1リットル ×2 本入り、お値段が1398円でした。
1本あたり699円です。こちらの商品も家族に頼まれてきたものです。前に飲んだことがあるんですけど、私はちょっと飲みにくかったです。酵素が使われてるハーブティーみたいなんですけど、やっぱりどうもダイエット食は合わないです。続いて3種類の芋けんぴ 60g×10袋 600g 入り、お値段が899円でした。1袋あたり90円です。こちらの商品も頼まれてきたものです。ノーマルタイプの芋けんぴ、細切り塩けんぴ、細切り黒糖けんぴ、この3種類が入ってるみたいです。私はこの商品買ったことがないんですけど、アソートセットになってるのは良さそうですね。飽きずに食べられそうです。続いて日本ハム、ごま風味香る手羽元唐揚げ 590g 入り、お値段が1078円でした。こちらの商品前に買ったことがあり、美味しかった商品です。最近はずっと見かけてなかった気がするんですけど、久しぶりの入荷ですかね。リピート商品です。続いてエビのチリソース 220g×3 袋入り、お値段が1098円でした。1袋あたり366円です。こちらの商品家族に頼まれてきたものです。このエビチリ前に買ったことがあるんですけど、味すごく美味しかったです。ちょっとピリ辛風味で本格的な味で、私は好きだった味です。久しく買ってないので、私もまた今度買おうかなと思います。湯煎するだけで簡単に食べられます。続いて豆腐のおやつプリン 100g×12個入り、お値段が988円でした。1個あたり82円です。こちらの商品ちょっと前に販売された新商品です。私も前に買ってすごく美味しかったのでリピートです。本当にプリンの味で食べられ、後味に少し豆腐の風味を感じて私好みでした。豆乳系の味が好きな方は好きだと思います。ただ女性向きかもしれないですね。ビーガン商品なので気にされてる方にも良さそうです。続いてコモベーカリー低糖質クロワッサン7個入り、お値段が580円でした。1個あたり83円です。こちらの商品久しぶりに買うリピート商品です。コストコには北海道クリームバージョンも売られてるんですけど、こっちよりも癖なく美味しく、そしてかなりふわふわです。チンしなくてもこのままでもすごく美味しくいただける商品で、低糖質とは思えないです。低糖質パンって結構お高いので、よく食べられてる方はぜひチェックしてみてください。続いて鴨だしせいろそば12食入り、お値段が通常1198円のところ200円引きしてて998円でした。1食あたり83円です。こちらの商品は麺そしてつゆもついてる商品です。このつゆが何といっても美味しいです。簡単にご家庭で鴨だしそばができちゃう商品です。去年初めて買ったんですけど、すごく美味しくとても気に入ってます。割引してたので購入です。鴨だしそばがお好きな方はぜひ挑戦してみてください。続いて信州戸隠生そば5人前入り、お値段が638円でした。こちらの商品初めて見かけた商品です。年越しそばの季節もあり、生そばが登場です。毎年この季節になると生そばは出てる気がします。初めて購入しました。続いて熊本豚骨味鮮ラーメン10食入り、お値段が1480円でした。1食あたり148円です。こちらの商品リピート商品です。このラーメンを買ってからラーメンの外食が減りました。お店で食べる豚骨ラーメンのクオリティです。外で700円800円出して食べるラーメンと同じ感じで食べられるので、かなりコスパがいいです。これからもずっと置いておいてほしい商品です。豚骨好きな方はぜひ買ってみてください。続いて博多もつ鍋セット3から4人前用、お値段が2888円でした。こちらの商品久しぶりに買うんですけど、リピート商品です。冷凍コーナーに売られてる商品なんですけど、寒い時期になると売られ始める商品ですね。4人で食べるとちょっと少ないかもしれないです。でも味がすごく美味しいので私は気に入ってます。本場のもつ鍋は食べたことがないんですけど、こういう味なのかなと想像して食べてます。続いてフランス産ブレッツポテトチップスミックス3種アソート 25g×10
18袋入り、お値段が1458円でした。1袋あたり81円です。フレッツのポテトチップスはちょっと前にポルチーニ味を食べました。すっごい美味しかったです。で、今回中にカマンベール味も入ってるみたいなんですけど、他2種類の味は食べたことがないのですごく楽しみです。開封編で食べていきたいなと思ってます。ここの会社さんのポテトチップス美味しい。続いてイタリア産ヌガー&バイツ 417g 入り、お値段が1498円でした。こちらの商品チョココーナーで見かけた新商品です。ヌガーは私あんまり好きじゃないんですよね。ただ家族が好きなので今回購入してきました。ちょっとお裾分けしていただきたいなと思ってます。ギフトボックスになってるのでいろいろな味が楽しめそうです。続いてドイツ産バーサークリームサンドチャイブチーズ 37g×24個、 888g 入り、お値段が798円でした。1個あたり33円です。こちらの商品お菓子コーナーで見かけた新商品です。ライ麦クラッカーと書かれててとても美味しそうでした。開封編で食べていきたいと思います。続いてプルコギビーフ 100g あたり173円、 1828g 入ってて3162円でした。こちらの商品頼まれてきたものです。ちょっと甘めなテイストなのでお子様でも美味しくいただけると思います。私はプルコギビーフが食べたくなったら、今はないんですけどフードコートでよくプルコギベークを買うようにしてます。今なくなっちゃってるのがちょっと残念ですね。続いてアメリカ産ミニバイツペパーミントマカダミアクッキー 454g 入り、お値段が1468円でした。こちらの商品2週間前ぐらいに視聴者様から売ってましたよとお声掛けしていただき、ようやくこちらにも入荷されました。無事に買えてよかったです。ミントは好きなので食べるのが楽しみです。ただやはりミントなので好き嫌い分かれそうです。カートに入れてる方は結構いました。続いてバターミルクフライドチキン 1090g 入り、お値段が2380円でした。こちらの商品デリカコーナーからの新商品です。視聴者様から新しい商品売られてましたよとお声掛けがあり、めがけて行ったらありました。名前からして想像できない味ですよね。どんな味がするんだろう。これすごく気になります。ちょっとお値段も高かったので美味しいといいな。前回買った手羽元のハニーマスタードソース味は美味しかったです。こんな感じで今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今回も気になる商品だったりリピート商品いろいろ買えました。最後の最後まで気になる新商品が多かったです。視聴者様からのコメントでアサイボールがフードコートに売られてるところがあるみたいです。どの店舗かはちょっとわからなかったんですけど、もし行かれてるフードコートでアサイボール見かけた方がいたら、どの店舗さんで売られてるのか教えてください。アサイボール食べてみたいです。3年前ぐらいから店舗限定、期間限定で売られてるみたいです。アサイボール食べてみたいので売ってる店舗さんに行ってみたいです。今年は多分もうコストコ納めだと思うので、また来年コストコ楽しみにしたいなと思ってます。また来年も新しい商品いっぱいあるといいな。今年はこれで購入品紹介の動画は終わりです。あと残り開封編が2本上がると思うんですけど、ぜひそちらもご覧ください。